時ちょうどに出発いたしました。今からゲモスタールからクロアチアのザグレブに向かっていきたいと思います。明日の朝5時55分頃に到着予定でございます。でちなみに荷物は1人1ユーロでございました。20ユーロで払ったんですけど、ちゃんとお釣り返ってきました。寒いんですけど、今何時？今3時前50分だ。4時45分ぐらいにドライブサービスエリアみたいな到着したんだけど、寒い。バスの中も寒かったけど外も寒い。めちゃくちゃ寒いね。めちゃくちゃ寒いぞ。風邪ひく。寒すぎてココア買いました。もうそろそろ行く。なんか道あるね。おはようございます。おはようございます。本当は5時55分到着なんですけど、5時10分に着きました。なんでなんか巻かなくていい日に負けて、早く着いて日いい着いてほしい日にゆっくり着くんですかね何しよっかなって感じです。今日3時にチェックインなんですけど、それまで何する？あ、困った。とりあえずカフェでも行ってトイレも行きたいのでって感じでございます。はい。むずくない？一緒にやってみて。早く突き飛ばして。じゃあ絶対ここにいるのか。いたしました。それから20分ぐらい、まだ6時なのでカフェでも探してどっかで待ちたいと思います。生ライブ付き。おいしい。いいよ。うん。生ライブ。じゃあ入りたから。目線くれてる。目線くれてるよ。すごいいい匂い。やばー。お疲れと。照り焼きチキン、焼きポークです。肉だ、焼きポーク。我慢できず日本食嬉しい。いただきます。うん、美味しい。美味しい。あ、やっぱ日本食だわ。あ、これどうする？何それ？ん？美味しくない。なんか、え、オクラみたいじゃん、これ。うん、味が確かに。めちゃめちゃ伸びるし。何入れてんだろう。絶対オクラ入ってる、これ。うん、美味しい。うん、カツだ。照り焼きじゃん。ネギだけでも和を感じられる。あー、これ美味しいって言ってたら買ってきた。うん、おしんちも欲しいじゃん。うん、
ちょっと違うけど、うんうん、でも近いよね。うん。定期的にね、米と日本食は食べなきゃいけない。うん、うわぁ、いつ以来？いつ以来かな、大人も以来？大人も以来かな。大人も俺はめちゃめちゃ長時間滞在したんですけど、 Wi-Fi もあって、トイレもあって、日本食料理屋さんもあって、いい机があって、いい椅子があって、もコンセントもあって、皆さん早く着いたらここに行きましょう。めちゃくちゃ低いじゃん。おお、すごい。なにこれ、めちゃくちゃいい。うわうわ、これもあって、ビュー、オープン。おお、すごい。すごい綺麗じゃん。めちゃめちゃいい。ワインが売ってる。すごい。しかも安いね。ファーシティマップ。5ユーロ。本当だ。安っ。面白いね。え、アワーワインとか書いてるけど。え、何これ。え、自分らでもしかして作ってんのかな。作ってるかな。すごーい。Please enjoy the X って書いてあるよ。え、やった、ありがたーい。どうどうむずっ。いや、でも察するにこうなってるから、これだね。絶対ミー。絶対ミーだ。絶対ミーだわ、これ。ポーじゃない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 し、ポーでもなくて。つくかな。つきますように。これ絶対ミーだって。海じゃないでしょ。海じゃない。じゃあポーで行こう。ポーで行ってみよう。ポーじゃん、じゃあ、そしたら。ポーだわ。あ、マジ？海じゃないの？ポー。え、ポーは、ポー。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 ポちょっと下に来ちゃったよ。あれ？なんで？やっぱミーだったんじゃない？え、ミーじゃなかったじゃん。そうよね。うん。え、じゃあ。ポーは？ポーだった。え、ポー試してみよう。せっかくやし。試すとかじゃないんだ。あ、上がってる。うん、え、これじゃん、じゃあ。ないと思ってた。あ、これだ。ほら、これだ。どういう？全然並びが分かんないけど、ね、意味も分からないんだけど。なんか違うじゃん。もっと可愛くやれんの？全然飛ばんやん。でしょ？ちょっと、水泳部のさ、見せてくれる肺活量。ちょっと今、血が昇りそう。せーの。
でお腹の調子悪いんですか？昨日の夜食べたミートボールが赤かったんです。なあ、カイもお腹の調子が悪い。本当に困ったもんですよ。はい、走って食べた自分がいけませんけどね。これにする？うん。うん。オッケー。ハムの量り売りです。すごいよ、ハムだって。値段はいくらか。ピン切りだからさ、高いのか安いのか。あ、薄いね。まあ、つなげて、ハムカツ用に買ってますが、薄切りです。あ、美味しそう。美味しそう。直接話している？ここにいるよ。これ。これ休暇か。マジ？ズッキーニも直接あるの？当たり前じゃん。めんどくさい。煩わしい。ああね、確かに。プラスチック削減なんで。そうだよ。まずお米は鍋たりです。パンが余ってるんですね。なので。はい、見て、寸前まである。痛れり尽くせり。やばない？やばいよ、ここ。めんどくさい。はい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 、ちぎりましょう。あ、そんな削るのあったの？え、そうなの。でもなんか、うまくできなくて手で途中からちぎったりもして。めちゃめちゃいい香り。お米が炊けましたか？最高だよ。うん、おいしい。おいしい？うん、イエーイ。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。すごい、その、なんか本当かなって疑っちゃうじゃん。おいしい。やばい、これパン粉焦げてる、絶対。絶対焦げてる、絶対焦げてる、絶対焦げてるよ。ほら、パン粉なしでいこう、これ。なにこれ、なんなんこれ。なんでもないやつがある。なんでつけんかったん？で、使うんだ、ちゃんとボソボソだもん。ちゃんと全部さ、あれできれいに粉々になってたら全部だよ。で、いただきます。最初にいただきますか、クロアチアビール。乾杯。あー、美味しい。これ、これ美味しい。飲みやすい。めちゃめちゃ飲みやすい。うん、カツカレー、カツカレーじゃないや、ハムカツ。見た、ちゃんと。こっちがミルフィーユで、こっちが分厚いやつだよ。うん、音、うん、ザックザクだよ。あ、ザクザク、楽しみ。衣がちゃんとくっついてないから、剥がれ剥がれ、剥がれ剥がれ。いただきます。美味しそう。うん、美味しい。うん、うまい。美味しい。うん、食べたーい。うまい。いただきます。うん、美味しい。てか、このハム美味しくない？うん、え、美味しい。ザクザク、ザクザク、ザクザク。うん、簡単だしね。美味しいよね。パン粉もパンでできるし。うん、美味しい。パン粉もパンでできるし。もうミルフィーユ食ってみるね。うん、何枚重ねたの？8枚ぐらい重なってる。うん、美味しいよ。うん、美味しいよな。美味しいよな。はい、これは何ですか？レモン。早く飲んで。いただきます。美味しい。え、めっちゃ美味しい。レモンなんですね。なんかカルピスみたいな。レモンカルピス。カルピスじゃないの？めっちゃ美味しい。え、美味しい。美味しいよね。すごい美味しいの。飲みやすいの、めちゃめちゃ。え、美味しい。ジュースみたいだよね。美味しい。これめっちゃ美味しい。うん、これ本当美味しい。絶対飲んで美味しい。でもね、これやっぱクロアチアのね、上品なレモンの味がするね。うん、美味しい。美味しい。アニョハセヨ、マリナイムニダー。
アニョハセヨー、カイイムニダー。오늘은北海道왔어요。네、오늘北海道、왜냐면우리가진짜가고싶었던곳이에요。네、네、세계여행가봤는데뭐진짜北海道에서사시미나이크라그런건진짜먹고싶었어요。아그사람이 그래서여기왔어요。친구가이렇게재밌게웃으면좋겠어요。응그러면가자。진짜재밌었어요。めっちゃ揺れた。今、青春の動き。